松原清也、ユニフォームが間に合わず当面に軍調整。今季はファームで出塁率407を残すだけに、起爆剤として即一軍スタメン出場も期待される。だが、渡辺久信ゼネラルマネージャー兼監督代行はユニフォームが間に合っていない。ユニフォームがないので、ジャイアンツのユニフォームを着るわけにもいかないので、まだです。当面は二軍調整となり、その時を待つ。誰かの加瀬よたまにいるだろ。適当なユニ出しといて後で修正したらあかんのか？アイロンプリントでいいやん。鉛筆で書けばいいやろ。やっとチュニドラと張り合えるネタできたな。他人の借りるのはなしなんかね。育成上がりは3桁のままだったりするよな。ありやで。たまにセネーム背番号なしとか他人のユニフォーム借りて出るやついるし。言うほどプロかこれ。まあ多少猶予あった方がええやろ。そんなすぐ打てるもんでもないやろ。ましてやセカラパヤシハムに生かされた若林とか気の毒やったわ。何かしらの記念 T シャツを記録達成翌日に発売発表するとこもあるのにユニが間に合わんとかありえんやろ。またセーブのおバカエピソードが追加されたのか。誰かから借りて出撃しろ。まさか若林出したかっただけとかはないやろし。沢村もコーチユニフォーム着て登板してたじゃねえか。そうはならんやろ。そんな悠長なこと言ってる場合か。レプユニでも高いやつはほぼ本物やろ。なんなら若林の方が一軍で流派やそうじゃね。ユニフォーム忘れた時の対応でええやん。ご視聴ありがとうございました。